はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴジュラシックワールドの解き放たれた恐竜75934です。部品の袋は5つでパーツは168個、シールシートが1枚で説明書は1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。まずはディロフォサウルスです。ジュラシックパーク、ジュラシックワールドの中でもかなり特徴的な恐竜の一つですね。僕もそうですけど結構好きな人多いんじゃないかなと思います。実はこの下顎のパーツは別パーツなんですけど、それ以外は一つのパーツでできてます。なので足では動かすことができません。ちょっと残念ですよね。でも口を開くことができるので、毒を吐くシーンは再現することができます。ちなみに毒を吐くのはフィクションらしいですね。でこっちの手だけ実はよいしょ、こうやってボールパーツを持たせることができます。これだけでもちょっといいですね。また尻尾の先端はこんな感じの柔らかい素材でできてます。まあおなじみですよね。危なくなくていいと思います。でそれ以外の部分は硬いプラスチック素材になってます。それから背中部分ですけど一つポッチがついてるので、ここにこうやってミニフィグを乗せることが可能です。あとこのディロフォサウルスですけどかなり小さいと思います。全長は約9センチしかありません。でディロフォサウルスといえば去年発売された75931のセットにも入ってました。それがこれですね。かなり大きく見えますけど、別に多分75934のこのディロフォサウルスが子供ってわけではないと思うんですけど、こうやって並べるとなんか親子っぽく見えてきますよね。ちなみにこの75931のディロフォサウルスは口はもちろん開きますし、頭を回すことができます。さらに手と足も動かすことが可能です。もちろん尻尾は柔らかい素材でできてますし、背中に乗せることもできます。模様のデフォルメ感とかかなりそれっぽいので、本当に親子として遊んでもいいかもしれません。ただ75931のセットは購入できるところがちょっと限られているので、そこだけ注意した方がいいと思います。続いてドローンです。結構大型のドローンですね。でハンドルがついているので実は人を乗せることができます。実際に乗せてみましょう。こうやってこんな感じですかね。結構なんかかっこいいですよね。ボディの両サイドと後ろにジュラシックワールドのマークが入ってますよね。これで逃げ出した恐竜などを捕まえに行くみたいなんですけど、じゃあどうやって捕まえるかというところですけど、実はこの真ん中の筒状のものですね、これ実はネットシューターになってます。付属品として円形の柔らかめのネットが入ってます。これをくしゃくしゃにしてドローンの胴体の筒状の部分に入れます。こんな感じですね。ちょっと出てても問題ありません。ネットを入れると後ろの部分がこんな風に飛び出します。なのでこれを勢いよく押し込むとこんな感じでネットを飛ばすことが可能です。結構飛びましたね。ということでこれを使えば飛んでる状態でこうやって捕まえることができます。かなりうまく捕まえられましたね。
今みたいにディロフォサウルスにシューターでネットをかぶせるのはかなり難しいんですけど、ドローンをこうやって片手で浮かばせながらシューターを飛ばせるのはとても遊びやすいと思いました。あとこのドローン4つプロペラがついてますよね。もちろんこうやって回すことはできるんですけど、この下のパーツですね、実はこの円形の黒いパーツはテクニック系のハンドルパーツになってます。面白いですよね。テクニックの、ポルシェ911の2台とか、あとクリエイターエキスパートのミニクーパーにも、このパーツ使われてますね。でこのパーツがこのセット4つも入ってるので、これはパーツ取りしたい人にはかなりお得なセットだと思います。ちなみに下から見るとこんな感じです。片側には緑のクリアパーツが、もう片方には赤のクリアパーツが入ってます。航空機っぽくていいですよね。はい、ではここで応援を見ておきましょう。特に変わってる部分はないですね。顔もこれとさっきのこれがついてます。どちらもよくあるタイプですよね。続いて情景セットを見ていきましょう。旗がついててギフトショップと入ってます。なのでいわゆるお土産屋さんですね。大きな恐竜の口の形をしたお土産屋さんになってます。上顎を上下に動かすことができて、下顎もこうやってよいしょよいしょ、こんな風に動かすことができます。なので一番閉じた状態でこんな感じですかね。よくできてますよね。ちなみに上顎の裏側には少し赤めのパーツが使ってあります。この辺りも細かくできてると思います。あと正面向かって左側には帽子が売られてます。ちょっとお土産屋さんっぽいですよね。角度を変えることができます。で反対側右側にはカミングスーンと書いてあって恐竜がついてますよね。恐竜がカミングスーンなのかちょっとよくわからないですけど、こういう看板みたいなのが出てますね。で真ん中の部分、カウンターの上にポップコーンが置いてあります。ポップコーンも売ってるみたいですね。木箱の中にもポップコーンが置いてあります。でその隣、赤と黄色そして緑のこんな感じのパーツが入ってます。これ全部シールが貼られてるんですけど、赤はホーイとイスラヌブラルと入ってるので、多分イスラヌブラルの地図だと思います。で緑は雑誌ですかね。で黄色は何でしょう、写真か何かでしょうか、ちょっとよくわからないですね。ですけどすごくカラフルで綺麗だと思います。でお店の裏側です。両サイドにデッキブラシとシャベルが置いてあります。でその間スペースがあるので、ここに店員さんをこうやって立たせることができます。正面から見るとこんな感じです。かなりお店っぽいですよね。お店の前にミニフィグを置けばポップコーンを買ってるシーンを作ることができますね。では最後に残ってるミニフィグを見ていきます。店員の女性ですね。背中にジュラシックワールドのマークが入ってます。これかっこいいですね。でそのマークが入った制服を着てますね。この顔をこの表情に変えることができます。やっぱり恐竜が来たんですかね。怖がってる顔してますね。それとハドソンです。名前がついてるので多分アニメの中に出てくるんでしょうね。足は動かないタイプになってます。中に着てる T シャツにジュラシックワールドのロゴが入ってますね。でこの外の赤いパーカーにもジュラシックワールドのロゴが入ってます。この服なかなかかっこいいですよね。でこの顔を怖がってる顔に変えることが可能です。ちなみにこの服ですけど、実はこのセットにしかついてないのでかなり貴重だと思います。はい、試しに応援につけてみたんですけど、やっぱりこれいいですね。この顔とすごくマッチしてると思います。このセットのパーツ数は168個です。以上、レゴジュラシックワールドの解き放たれた恐竜75934を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。